コシーシアズマは日本の政治家。衆議院議員、参議院議員、参議院国土交通委員長、民主党参議院国会対策委員長、民主党参議院幹事長、民主党代表代行、民主党幹事長職務代行、民主党幹事長、民主党,民主党参議院議員会長、参議院副議長などを歴任。立憲民主党山梨県連合最高顧問。 山梨県にらさき市出身。山梨県立にらさき高等学校卒業。在学時にはサッカー部に所属。鶴市立鶴短期大学初等教育科卒業。在学時には小学校教員免許取得を目指して勉強しながら空手や相撲などのスポーツにも取り組む。後に鶴門科大学同窓会長や同窓会顧問を務める。 兄は、山梨県にら崎市教育長を務めた、小石薫。1958年、鶴丹大を卒業し4月に、神奈川県小学校教員として採用され、津久井郡青野原小学校に勤務した。なお、同年は、山梨県では小学校教員採用がなかったので、神奈川県教員採用試験を受験した。1963年に、 山梨県教員採用試験を受け直し、同年4月に山梨県小学校教員として採用。上野原町立西原小学校を皮切りに、主として山間部の壁地校を中心に25年間にわたって小学校教員を務める。1984年4月には山梨県発の組合専従として山梨県教職員組合執行委員長に就任。 1986年11月には、山梨県労働組合総連合会議長を兼任支持基盤の日本教職員組合を背景に、1990年の第39回衆議院議員総選挙に日本社会党公認で、山梨県全県区から立候補し、初当選。本人は、教員という仕事に愛着を持っており、立候補には消極的だったが、 周囲の説得で立候補に至った。元、小学校教員ということもあり、衆議院文教委員会に所属し、日本社会党、文教部会長を務めた。1993年の第40回衆議院議員総選挙では、再選されたが、小選挙区制導入後初めて実施された1996年の第41回衆議院議員総選挙で落選。 この選挙の直前、社会党から名称を変更した、社会民主党を離党、旧民主党の決闘に参加するが、落選後に離党。1997年により、山梨県県教育研究所所長に就任。1998年の第18回参議院議員通常選挙で、参議院に倉替えして、山梨県選挙区から無所属で立候補し、当選。後に、 民主党に再び入党、旧社会党系の横道グループに所属。参議院民主党の幹部として、参議院自民党を仕切る青木幹夫と交渉を重ねる、うちに参議院民主党内での政治的影響力を高めていった。2001年に党参議院国対委員長、2004年に党参議院幹事長を歴任し、2006年からは党参議院議員会長に就任した。 参院のドン2007年の第21回参議院議員通常選挙で民主党が大勝しねじれ国会が発生すると当参議院議員会長のコシ氏の存在がにわかに注目され政治的影響力を増大させていったコシ氏は当時の党代表だった小沢一郎との関係を重視し小沢の肝入りの法案であるアフガニスタン復興支援特別措置法案を 大自民への共闘対象となる野党としての日本共産党や社会民主党と対立してまでも参議院で可決させたり財務省出身の渡辺博氏を日銀副総裁とする人事案では小沢の意向を踏まえて党内の同意論を抑えて不同意を主導した同じく2007年には菅直と共に代表代行に就任小沢菅鳩山のトロイカに並ぶ実力者となる その後も常に執行部の中心にあり続け、政局を大きく左右するほどの力を持つキーマンとなる。2009年に小沢が代表を辞任するが、鳩山幸雄新代表のもとでも代表代行権参院議員会長に留任。民主党政権発足2009年9月に発足した民社国連立政権では小沢幹事長を支える。 幹事長職務代行を兼任し政権を支えた。普天間基地移設問題では、参議院での法案審議への影響から、社民党の連立離脱を引き起こしかねない、県内移設の5月決着に極めて慎重な姿勢であった。2010年5月以降、基地移設問題や現金問題で、支持率低迷していた鳩山首相に、参議院選挙の情勢は厳しいと退陣を迫り、 同年6月8日に内閣総辞職に追い込んだ。2010年5月、参議院自民党のドンと言われた青木美希夫が体調不良により7月の第22回参議院議員通常選挙への立候補を断念。世代交代を目指す自民党は民主党の参議院議員会長であり、青木に代わる新たな参議院のドンコシー氏を落選させるべく、 コ石氏と同じ元教員の宮川の子を山梨県選挙区で擁立し、党を挙げての猛烈な選挙運動を展開。一方のコ石氏は政治と金で批判された鳩山らと共に党の要職についていたことや高齢であることがマイナスイメージとなり苦戦したが、3745票差で宮川に競り勝った。7月22日、無投票で、 党参議院議員会長に再選。民主党幹事長2011年8月の民主党代表選挙で選出され、第95代内閣総理大臣に就任した野田義彦により、党幹事長に起用された。この人事は、藤村治の内閣官房長官就任とともに、挙党体制、党内優和を優先させる狙いがあるとされている。なお、参議院議員の幹事長起用は、 民主党にとって初めてのことである。党参議院議員会長も引き続き兼務し、実質的に党運営の全権を任され絶大な権限と影響力を持つこととなった。党のみならず、閣僚人事にも強い主導権を持ち、自らに近い衆参院議員を次々と重要ポストにつけてきた。また、平田健治の参議院議長就任も、 コ石氏は推薦していた。幹事長としては、党内優和に努め、挙党体制の構築に尽力している。小沢一郎とも引き続き良好な関係を維持していたが、消費税増税を推し進める野田首相を支え続け、小沢グループとの対立が表面化。消費税増税法案に増反して、党を割らないように、小沢と野田首相との会談を何度も取り持つが意見の、 決裂を抑えることはできなかった。闘議拘束のかかった消費税増税法案採決時、小沢は自らのグループの議員と共に増反。コッ氏は離党者をできるだけ出さないように増反者には穏便な処分案を検討した。しかし、小沢グループの多くの議員が集団離党し浸透血統へ向けての動きが見られたことから、 新党への参加者は除籍処分とされた。ただし、コッシー氏が在職していた参議院民主党からは、日本維新の会に参加した、ミッ正マサ氏以外は除籍された者はおらず、他の新党参加者については、離党届を受理している。2012年9月、民主党代表選で再選された野田代表より、幹事長留任を要請され、当初は離党者が、 相次いだことに責任を感じて、態度を保留していたが続投が決定。早期の解散、総選挙を否定しているコ石氏の留任は、解散先送りのサインとの見方もあり、野党が反発している。民主党下野家の第三次改造内閣発足に、伴い、幹事長代行はこれまでのタルトコ新事に代わり、安住厚財務大臣が幹事長代行に就任。二千十二年十二月に、 野田は衆議院解散を表明。これまで、コッ氏は自ら率いる民主党常任幹事会を挙げて解散反対を訴えてきたが結局断行されることとなった。第46回衆議院議員総選挙では、コッ氏が参議院議員ということもあり、民主党選挙対策委員長経験者である安住と共に選挙の陣頭指揮を行うことになった。しかし、 結果としては改選前議席の4分の1以下という大惨敗となり民主党は下アすることとなった。また自身の地元である山梨県内の選挙区では一議席しか取れず、しかも自身が2年前に破った宮川が山梨一区で当選するという皮肉な結末になった。そうした結果を踏まえ野田代表とともに越井氏は幹事長を辞任した。 2012年12月の民主党代表選で選出された海江田万里新代表による党人事に伴い幹事長を外れる。しかし衆議院選挙惨敗を受けて党所属議員は衆議院議員より参議院議員が多数派を占めることとなったため参院のどんでもあるコ石氏の党全体に及ぼす影響力はさらに強まることとなった。 海江田代表選出も越井氏が参院病を取りまとめした影響が大きい。そのため代表である海江田であっても逆らうことができず、実質党を主導することが多かった。しかし、第23回参議院議員通常選挙では、自身の地元である山梨県選挙区で民主党は公認候補を擁立できず、民主党を離党し無所属として立候補した。 坂口学用の推薦、応援に回ったが、坂口は落選した。2013年8月、7年にわたって君臨した参議院議員会長を辞任し、参議院副議長に就任した。また、コ石氏は自民党の山崎正明議長の下での副議長となった。2016年1月17日、夏に予定される第24回参議院議員通常選挙に、 立候補せず、政界を引退することを表明した。後継は、元保育士で、元 NPO 法人職員の宮沢ゆ香。2016年11月3日に発令された秋の叙勲では、参院副議長などとして、国会の円滑な運営に寄与したとして、朝日大受賞を受賞。2018年より、立憲民主党山梨県連合最高顧問。支持母体である、 山梨県教職員組合が第20回参院選に向けて小中学校の教職員らから組織的に選挙資金を集めていたことが明らかとなった。また、選挙対策本部が教員を有権者への電話作戦に動員させていたことが判明した。これは教職員の政治的な活動を禁じた教育公務員特例法や政治資金規制法に違反している疑いがあるとされる。 この事件に関しては、山教祖幹部ら二人が政治資金規正法違反で罰金30万円の略式命令を受け、山梨県教育委員会は教員24人に対し定職などの懲戒処分をした。教員らの証言によれば、コシー氏議員への政治献金として裏口座でプールされたという。コシー氏は関与を否定している。 2003年から2004年にかけて、越医氏が役員を務める山梨県民主教育政治連盟が山教祖所属教員らから集めた越医氏への選挙資金看破6000万円余りについて政治資金収支報告書に記載していなかったと報じられた。産経新聞によれば、このうち約3300万円が越医氏側に寄付されている。 コッシ氏が浪人中の1997年に所長を務めていた山梨県教育研究所について長期研修中の山梨県の教職員が事務局長の役職で実質的に研究所の運営を担っていたとして2005年12月27日に文部科学省は山梨県に対して指導通知を発出した2008年5月17日に 南アルプス市で開催された山競争定期大会に来賓として出席した。コッシー氏はこの場で全国に誇る100%の組織率を維持し、地域へ出て、父母と手をつなぎ、声を国会に届けてほしい教育参考や教育基本法が次々と変わり、教員が政治的中立を図る教育ができないと述べた。また、2009年1月14日に行われた、 日教祖の会合では、私も日教祖と共に戦っていく。永遠に日教祖の組合員であるという自負を持っていると宣言し、教育の政治的中立はあり得ないと述べた。自宅がある相模原市の土地が農地法に違反していることが明らかとなった。問題となった土地は、実質的に腰石が所有する1298平米の うちの6割に当たる779平米である。1973年、1298平米のうち779平米が農業振興地域整備法に基づく農用地に指定され農地以外への利用が原則不可能となる。1975年、農新農地以外の農地のうち313平米を母屋の建築時に 正規の手続きを経て宅地に転用。残りの985平米は、名義上議定が所有。1989年、実質的な所有者は腰石に、農地以外への利用が禁止されている、農心農地を含めて、庭や車庫、舗装道路を設置。2009年10月以降、相模原市農業委員会による指導を受け、名義上の所有者である議定は、 農心のうち以外の190平米について宅地への転用許可を得たが、農心のうちである779平米は違法状態である。2013年5月16日、市の是正指導後も農地への復元が完全になされていないとして、東京、神奈川、山梨3都県の農地、教育問題を考える市民団体が農業振興地域整備法違反罪で、 コシ氏を横浜地検に刑事告発した。名義上の所有者である伊テは産経新聞の取材に対し農地に復元し私が農作物を作っている。地農業委員会が OK を出したから問題ないと説明。20年以上に及ぶ無許可転用については知っていたと違法性を認識していたことを認めた上で地農業委員会がいい加減で作っても何も 言ってこなかった。指導しなかった死が悪い。世の中にいっぱいあると話した。一方、腰医氏の事務所は同志への回答は、期限内にはなかったと報じた。ありがとうございます。